10月5日11時20分過ぎです。今日の昼は煮込みうどん、柚子豆腐、きゅうりのサラダです。煮込みうどんは白菜とかまぼこと半熟卵を入れてみました。柚子豆腐は豆腐屋さんで買ったもので初めて食べるので、今から味わってみたいと思っています。10月5日木曜日午後6時45分過ぎです。今日の夕食はお豆腐屋の厚揚げ、蒸しなす、白菜のポン酢和え、半熟卵、エビスビールです。厚揚げの半分は明日の朝用に煮物にしました。10月6日金曜日朝6時過ぎです。今日の朝食はもやしとニラとウインナーと卵の炒め物、生揚げの煮物、大根と油揚げの味噌汁、ごま昆布、ご飯です。10月7日土曜日朝6時過ぎです。今日の朝食は焼き鮭、生卵、塩辛、ごま昆布、大根おろし、きゅうりの即席漬け、豆腐とわかめとネギの味噌汁、ご飯です。